鹿島神殿直春掛け流剣法。神代の時代から始まり、太刀から刀剣に進化して、剣術は武の神様、武三日月の神を祀っている鹿島神宮から発し、約500年前に松本秀吉の神という天才武士が鹿島神殿直春掛け流という剣法をまとめ上げた。当流は宗家制度ではなく流派改伝実力主義の同等制度であり、15人の実力者たちがこの剣を磨き上げ進化させた。ただいま行っておりますのは丹田法一円相大道剣があります。六角に削った樫の棒で、長さは身の丈、重さは8キロから16キロくらい。初心者で続けて100回、500回から1000回振ることを目標にし、10日で1万回という荒修行もあるそうです。鹿島神宮に伝わる日立ち八宗剣に特徴を表し、大自然の運行、春夏秋冬を取り入れ、阿吽の呼吸法をもって行う剣術である。太刀会場関口流抜刀術の応援部でございました。続きまして第一会場神道無双流上術熱井先生ご一門による応援部でございます。神道無双流上術神道無双流上術は約400年前に無双権之助勝義により創始された。権之助は神道流の達人であったが、宮本武蔵との試合で2001流の十字止めにかかり、押すことも引くこともできずに敗れた。以来諸国を戦歴して工夫に専念、筑前宝満山の大和神社に祈願参道して満願の夜、夢に童子が現れて伝えた。権之助はこれをもとにさらに工夫を重ね、ついに十字止めを破ったと交渉される。東龍は福岡黒田藩に連綿と伝承したが、その後二派に分派して幕末まで伝承し、明治時代に統合され現代に至っております。武器は長さ4尺2寸1分、直径8分の平凡な樫の棒。これが一度応じて動けば早手のごとく瞬裂無類の武器となる。武は内に造して外に示さずの心を内蔵するものといえる。
よよーはいはっ第一会場新党無昇竜長日のポエムでございました。よー第一会場次は東田流剣術竹内文隆先生長島先生のポエムでございます。